いどうもピオキングです。今日はですね、世界のコースをやっていきたいと思います。で、まず最初にこのコースすぐ終わるってほんまやって、やっていこうクリア率 1.99%、まあ、1% 台なんですよ、一画面でね。見た感じすごく簡単そうなんですけど、どうやっていくのこれ。これで右のドアに行くみたいな。全然違う。これ上に行けってこと？こんな感じ。オッケーオッケー。あ、なるほど、人画面に見えて人画面じゃないパターンみたいな感じね。オッケー、いいね。よっしゃ、危ない危ない。ちょっと待って、マジでキラー出すぎマジでキラー出すぎ。でこのまま上に行けばいいのかな。嘘マジかよ。入れないの。ちょっとスタートからやり直そう。どうすればいいんだろう。マジでわかんない。ここしか行けないもんね。そしてこれは右に一応行くでしょ。わかった、これこっちだ。よし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 、こっちっぽくない。でこのまま上に行く。ちょっと待って、危ねえここ。ちょっとちょっと待って、マジで上がれ、マジで上がれ。ちょっと待って、氷これ難しい。ちょっとしゃがみながら行きます。ここはしゃがみながら行こうか。そうした方が行きやすいんですよね。オッケー、こんな感じか。でここに乗ればゴールかな。あー、これでゴールだ。オッケー、よし、こういうことで。ちょっとだまし感もあってめっちゃ楽しかった。いや、いいねこれ、めっちゃ好きでした僕。それじゃあ2つ目はね、このコースをやっていきたいと思います。これもね、だましコースかな。クリア率はね 1.97% で、まあそこそこ難しいですよね。あ、ハッピーニューイヤーオブトロールス。さてやっていきましょう。ブラックパックが出てくる前にすぐ右に行けってことか。今なんで死んだの。まあいいや、上でしょきっと。そして上に行く。オッケーオッケー。これは右に行く前に左のね、オンオフをしておかないと。左行ったらダメだわこれ左行ったらダメだろ。だからこれ、このまま右に行けば、そうなると思った落ちるの。これ走って行けってことか。あ、そこに土管があるのね。オッケー、わかりました。これで僕はもう行けますよ。あの矢印のね、下に土管があったんですよね、ここ。それじゃあここまではいいとして、ヒント下って書いてる。あ、わかったわかった、このヒントの意味がわかった。ちょっと画面大きくするけど、ここのね、土管に入ったらダメなんだ。あの矢印のところにね、土管があるはずなんですよ。っていうことは、この辺に土管があるはずだ。あー、やっぱりか優しい。これヒントあるから、よしよしよし、あのトゲの玉がね、なくなるって分かってましたよ。これでいいんですよ。こっちじゃないの。じゃあこれ上に行ってみる。絶対 A じゃないと思うんだけどな。あ、こっちね。オッケー。嘘、ちょっと待ってちょっと待ってね。でこの状態で右、よし。そして次は中間ポイントあるね。なんだこいつ、ガボンが来る前に逃げよう。よし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 。で次はこれでジャンプしてこっちに行けば、ちょっと待って。おーし、オッケー、鉄板で倒す。で中間ポイント、おーし取れないと思った、よかった。でこの青い土管に入ると、これは？あ、リンク取ればいいのね。うわ、危な。リンク取れんやん。下にリンク出てくるやん。ここでリンク待っときましょう。よし。で、このままパワーブロックで。そして、これ弓矢で取ればいいのかな？いけ！オッケー！弓矢を放った途端にジャンプ！おーし。そしてこれは、もう無敵時間を利用していくか。オッケー。あ、こっちなんかいけるね。ほら、おーノーって書いてるけど。
え、ファイヤーバーなの？殺されるの。上に行ったらダメってことね。こんな感じで当たっていってこう待っとけばいいと思うんですよね。よし、オッケー。そしてこのまま右に行っていいのかな。大丈夫？大丈夫？怖え怖え、走っていくのが怖え。これ上に行ったら絶対罠だよね。これ絶対上は罠だ、こっち。じゃあ右に行くのも罠っぽいな。罠っぽいとこ行ってみる。明らかに右罠だよね。だから右行ってみよう。こっちが正解だ。ここね、右行ったらダメだったから上行ってみようか。上行って、そしてキノコ取るね。でこんな感じで右に行けばいいんだ。オッケー。これは当たらないけんね。そしてうおうわー、ことごとく引っかかるな。いやこれほんとうまいよね、騙しコース作る人。この人がここに来たらこうするであろうっていうのが分かってんのかな。めっちゃうまい。ここまではいいんですよ。そして左のこの四角の枠の中にはブロックがあるから、ここでジャンプ。オッケー、やったね。よし、それじゃあ次のエリアに進みます。中華ポイント欲しいね。ジャンプ。わかるか。よし、それじゃあこの土管に入ってすぐ右に行く。よっしゃ。で、なんか亀の甲羅乗ったけど、これジャンプでいい？なんか怪しいよね、あれしたらね。右行こっか。で、これ取る？ダメだ。騙しコースはね、明らかにね、罠っぽいところが正解だと思うんですよ。前回の動画でも言った通りね、もう明らかにね、罠っぽいところにね、行った方が正解率が高いと思うから、今度からね、ちょっと明らかに罠っぽいとこ行ってみます。これね、明らかに罠っぽかったよね。だからこっちが正いや、今のはないやろ。今のはわからんやろ。なあの、うーとか言ってさ、右にさ、弾き飛ばされて、絶対わかるわけないやんね。絶対わからんよね。ここはね、これジャンプしてよかった。そして、ここでジャンプ。もうここに行けばよかったんだ。うん、きっとそう。そしてこのまんま左に行って、中間ポイント！カロンの甲羅右捨てておかなきゃダメっぽかったね。捨ててたらいけるのか。よし、中間ポイントやっためっちゃ嬉しい、中間ポイント。そしてこれは、まあ、扉ではなさそうだから上行ってみよっかね。いや、正解っぽいよね。こっちが怪しいもん。多分これ正解だと思いますよ。ほらね。あ、待って待って、キノコ、キノコ、キノコ。このまま下の扉に行きたいと思います。そしてこれ、あー、左が、よし、オッケー。そしてこのまんまガリガリのところに行く。そしてこれはなんか一つ怪しくね。ここに置っとけばいい。だから速攻右上のあの行きアップのところ行けってか。よし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 。そして扉に入る。そしたら次は、え、めっちゃビビった今。それじゃあさっきクッパがね、降ってきたところあるやん。あそこの上になんかね、入れるとこあったんですよね。そこ入ってみよっか。こっち、オッケー、来た。うお、よし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 。で、右にフラワーがあるよね。あれ取れると思う。よしよしよし。もう引っかかんねえよ。で、このまんま上に行ったら、あのファイヤーが取れるけど、素直に取らせてくれるかな。うわ、ちょっと待って、やっぱりそう来たか。絶対なんか来ると思った。え、行け直せるの？行け直せない、マジかマジか。久々にね、この音楽聴けたからいいや。それじゃあもうみんな分かったよね、どこにね、ファイヤーボールがあるかっていうことを。で、ここの右に行けばいいんだ。オッケー、ここでフラワーがある。よし、これでフラワー取れた。で、このまま戻って
この氷のブロックを壊せるんだ。オッケー、よしよし。でこれ一回チビにならないけんね。いいねいいね。中間ポイント欲しくない？そろそろで、うおー、ちょっと待っ、うわあーゴールあるんだ、そっちに。くっそー、やられてないね。ねえ、なんかいけるね。え、なんだろう、こっち。出番多いな、あのクッパ。これでもゴールできると思います。いやー、長かった。あの土管に入って一歩もね、動いたらダメだね。だからそれでいいと思う。これ一歩も動いたらダメ。あ、上に行けばいいの。あ、上に行けばいいっぽいね。そして爆弾で、おー、キノコ。ダメだった。ダメだった。まさかキノコが降ってくるとか思わんやん。ねえ、最後の最後にあんな仕打ちある？次こそ行ってみせるぜ。いや、見てくれてるね、皆さん。次こそ行ってみせるから。キノコをね、取らなければいいだけでしょ。それじゃあキノコを取らないようにしていこう。キノコどこ来るんだったっけ。キノコ、キノコ、おっしゃ、危ねえ。これでゴール。これ絶対下行ったら何かあるよね。絶対行かないよ。ちょっと行ってみたいな、でもどうなるか。ちょっとここに何があるか気にならない。おー、なんもないんだ。やった、クリアできました。いや、人気ランキングでね、まあ謎解きコースで一番上にあったから、このコースをやってみたんですけど、非常に面白かったです。最近ね、よく謎解きコースをしてるんですけど、いや、面白いんですよね、謎解き。またどんどん謎解きコースをね、やっていきますんで、次の動画もまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。